一体何のための毎日なのか、誰のための人生なのか分からなかった。そう、あいつに出会うまでは。来月うちの学校でファッションショーが開かれる。俺たちが作った服を着て立ってくれるモデルの女の子を探してた。受験が迫ったこんな中であんたたちの遊びに付き合ってる暇はない。お前はお前が分かってないんだ。徳森くん、誰かのこと怖いって思ったことある？こいつのそばにいたら私の人生ボロボロにされるって。受験勉強はちゃんとしてるの？私だってちゃんと考えてる。お前のは全部フリだ。頑張ってるフリ、人とは違うフリ。お前の意思はどこにあんだよ。それが私の前に突然開けた別の道。モデルくらいやってやるわよ。モデルってただドレス着て歩くだけじゃないのよ。私一人だけ全然真剣じゃなかった。自分の可能性を信じなきゃ何も始まらないよ。俺はショーが終わったらパリに行く。今作ってるドレスが最後のドレスになる。俺の希望だ。自分の足で歩いてこい。大丈夫、任せて。私がパラダイスに連れて行く。さよなら。そばにはいてやれないけど。パラダイスキス。